皆さんこんにちは。ファクトリーガ TV 工具好き、はい、今日のテーマはこちら、ドン、豊橋店最近の人気アイテムトップ3。なんで豊橋店なの？いや、もう順番で今持ち回りで回ってますね。これ何、いろいろなお店のトップ3やっていくってこと？そうです、この前東京でやりましたし、うん、今回は豊橋。豊橋、なんで豊橋なの？今日佐山さんいるから。いや、佐山さん、まあ、2番目ですからね。2番目だから、はい、なんかちょっとよくわからないですけども。豊橋店ね、ファクトリーギアの実は2号店なんですよ。一番最初は柏のお店で、2番目にオープンしたのが、まあ、愛知県豊橋市。なんで豊橋なんだとっていうふうに言われるんですけども、細かいことはどっかで調べると出てますから言いません。ただ豊橋っていうのはちょっと面白くてね、豊橋の人に言わせると豊橋は日本の中心だと、ね、言うわけですよ。こうやってね、日本地図見ると確かに豊橋真ん中辺にあるんですよね。で、これね、実は根拠があって、外車とかの車が上がる港って豊橋港なんですよね。そうだよね。そうです。なんでかって言ったら、やっぱね、真ん中だからなんですって。で、こう行くのにいいからっていうことで。で、まあそういうことで、トヨタも近いですし、なんかいろいろとね、車屋さんとか昔から機械関係の、設備関係の会社さんとかいっぱい多いっていうのが豊橋なんですよ。だから2番手に作ったかっていうと、それはあんま関係ないので調べてみてください。ということで、まあ、その豊橋店で売れてるね、3つ工具屋てっちゃんが3つの工具を紹介します。最初の工具がこれ、ミトライ L 型ホローレンチボールポイントネオです。これね、実はミトロイさんがなんかどっかから特注で言われて作ったヘックスだったんですね。これね、この長さ普通使わねえだろうと。だけどある機械用にどうしてもここの長いの欲しいということで、ミトさんが作りました。でもちょっとなんか注文の量が少なかったんだけど、ちょっと余分に作りました、なんでちょっとこれ試しにファクトリーギアさんで売ってくれませんかって言って売ったら売れちゃったということで標準化されたという、そういう伝説のヘックスです。でね、ここ短いのはいっぱいあるんだけど、確かにここが長いのってないんですよね。機械向けに作った特注のやつをそのまま標準的な商材としてなって、これよく今でも売れてるね。これね、誰が使うんだろうね、これっていうの。これ何で豊橋で売れてるの？なんで売れてるの、これ。本当に売れてるの？本当に売れてるの？設備屋さんとかね、結構いらっしゃるんで。へぇ、まあ、やっぱり頻度的には少ないんですけど、やっぱり一つ持っておきたいっていう。人気アイテム、頻度的には少ないって言っちゃいました。はい、そして2個目はこちら、ドン、ウーザックのダメージキャップスクリューグリップヘックスビット。1970年代に中学生だったあなた、生まれて初めて持った財布、こんな財布じゃありませんでしたが、僕はこんな財布でした。で、これをやってここにお金入んないじゃんってやつなんですけど、これですね、まあ六角穴付きボルトね、あれ実は六角穴付きボルト、穴がグズグズになっちゃうことがあるわけですよ。グズグズになっちゃった時どうしていいんですかってよく聞かれるんですけれども、これはですね、2mm、2.5mm、3、4、5、6、7、8とかなりバリエーションある X ボルトに対応できるっていうものです。これよーく見てもらうと、これですね、鍵状になってるんですよ。回す方向に行くと食い込んでいって抜けるってことですね。グズグズに六角になっちゃって、もうちょっと困っちゃったっていう時にこれが助けてくれるっていうのを、4分の1の差し込み力でこれでギューってやると、クイーンってクイーンって食い込んでいってレスキューするというものでございます。これはね、工具屋さんに行って、これどうしようかな、確かにな、あるよな、あるけどまあいいかなって言って買わないで帰って後悔する第1位みたいなね。あ、買ってよかったってなるので、最近もフェックス多いので六角穴付きボルトね、ぜひ持っていたらいいんじゃないかなというふうに思います。だから豊橋もそうでしょ、設備屋さんが買ってくるんですよね。そうです、そうです、ね、グズグズになって困っちゃった時ねっていうものでございます。そして最後がこちら、ドン、ミルウォーキーハイスピードラチェットね。こちらはですね、充電タイプのラチェットなんですけれども、でミルウォーキーって、豊橋店ってもともとミルウォーキーのパックアウト、あれを一番最初にファクトリーギアの中でもうブレイクさせた店で、ミルウォーキーファンが多いんですよ。でなんでかっていうと、あのエリアやっぱり設備屋さんが多いのでミルウォーキーってフィットするんでしょうね、雰囲気的にも。ということで中でもこの充電タイプのラチェットね、これね、オートモーティブ的に言うとちょっとデカすぎるんじゃないかなっていうふうに思うんだけれども、これ見たら欲しくなりますよ。いきますよ、ほらー、欲しくなっちゃった、もう
もうね、常識外に早いんですよ。普通イメージ的にこんなもんよね、充電ラチェットって。そうだもんね。早っね。だからもうアメリカって感じですよ。強い、速い、タフみたいな、ミルウォーキーのね。これ今ちょっとオートモーティブ系のやらちゃとか使ってる人たちとしてみたら、ちょっと衝撃的なね。もう一回やりますよ。欲しいよね、欲しいね、欲しい。ということで、ミルウォーキーのハイスピードラジェット、今日はミトロイ L 型ホローレンチボールポイント、ウザックのダメージキャップ、スクールキャップ、そしてミルウォーキーのハイスピードラジェットを3つ、豊橋店で最近人気のアイテムトップ3でした。それでは皆さん、さようなら。